7月5日、今日の誕生花はロベリア。ロベリアの花言葉は悪意、謙遜。花言葉の悪意はロベリアに毒性があることから名付けられたとされています。見た目はね、めちゃくちゃ綺麗な青、なんて言うんだろう、紫寄りの青かな。なので見たことあるような気がするんだけど、違う花かな。毒性のある花ってその辺に生えてるのでしょうか、わかんないけど時刻は19時となりました。こんにちは、 VTuber のアレレレリです。今週もアレラジ聞いてくださりありがとうございます。7月になりましたね。だんだん暑くなってきたんで、最近ね、もう本当に、暑いとさ、お腹があんまり空かなくなるんですよね、私ね。で、なんか夏バテじゃないんだけど、なんか食べるのめんどくさくなって夏はなんか好きな野菜ばっかかじってる傾向にあります特に一番夏になってワクワクするなっていう野菜がトウモロコシなんだけど、でも正直トウモロコシってなんか変なヒゲ生えてるし、調理しづらいんだよね。なんかさ、鍋で茹でようと思ってもさ、なんか絶対浮かんでくるんだよ。でさ、その抑えるためにお皿を入れるじゃん。そしたらお皿が熱くて取れないしみたいな感じになっちゃうよね。だから嫌だなみたいな感じだったんだけど、最近さ、試しに電子レンジでできるんじゃないかなと思って電子レンジでやってみたんですよ。そしたらね、めっちゃ美味しくてびっくりしました。あ、心配しないでもポップコーンみたいに跳ねたりしないですよ。なんか葉っぱ巻いてあるじゃん、トウモロコシ。葉っぱ内枚だけ葉っぱを残した状態でラップにくるんで、5分ぐらいだったかな、5分ぐらいやってできたんだけど、いやもう普通に茹でたのと変わんないぐらい美味しくて、これこんなに楽だったら別に茹でなくてよくねって思ったんだけど、どうですかちなみにみんなはトウモロコシに塩はかける派ですか私はあんまりかけないし、なんかね、ガブガブ噛みつくの嫌いで、歯に詰まるの嫌だから、なんか手で綺麗にむしれるんですよ、私。私の食べた後のトウモロコシマジで綺麗なんです。ちょっと汚いから写真とかないけど、ほんとなんかトウモロコシ、もしトウモロコシを剥く仕事があったら、私向いてると思うんだ。で、トウモロコシだけじゃなくて、7月って、例えば枝豆とか、あときゅうりとかピーマン、あとそうだ、オクラとかがやっぱり旬の野菜かなと思うんだけど、なんか手間のかかる野菜多くない？いや、きゅうりはそのまま食べれるけどさ、オクラってさ、食べようと思ったらさ、なんか表面になんか毛いっぱい生えてるじゃん。あれをどうにかしなくちゃいけないしさ、枝豆ってさ、ただ茹でても美味しいけど、ちょっとひと手間加えた方が美味しいし、いいなみたいな。しかも豆多いよね。今言ってて思ったけど、豆類が多いんだな。でも枝豆はさ、やっぱさ、ビアガーデンとかでさ、なんか外でビール飲みながら、枝にいっぱいついた枝豆を食べたいよね。いやもうさ、もう3年ぐらいかな、コロナになってからさ、全然ビアガーデンとかみんな行く機会なくなったと思うんだけどさ、超行ってみたいビアガーデンがこの前インスタグラムで見て、なんか屋台、なんだ、夏祭りみたいな屋台もついてるっていうビアガーデンがあるんだよね。だからなんかザ夏祭りみたいな感じの屋台の焼きそばとか唐揚げとかも食べれるし、なんかビアガーデンって結構さ、お肉とか焼いてくれたりとかいっぱいあるじゃん。そういうのもあるみたいなちょっと楽しそうじゃないいやー、なんかお祭りも全然行ってないし、ビアガーデンも行ってないしさ、今年の夏はなんかちょっとでもそういう体験したいなって思ったりしましたまあね、まだちょっと完全には緩み切ったら危ないかもしんないけど、ちょっとそういうのもね、たまにはやりたいよなーなんて思ってますなんか、配信で夏祭り風とかね、できたらいいんだけどね、そういうのは難しいよねエアー焼きそば、みんな食べるかい？
ということで、今週のアレラジいかがだったでしょうか。なんか7月になったからね、もう夏の話をしようと思っていろいろ喋ったけど、結局なんか全部食べ物関連で、こいつは年がら年中食べ物のことしか考えてないのかって思われるかもしれませんが、訂正します。考えてます。食べ物やっぱ美味しいのが一番幸せだよね。美味しいものを食べて、うん、たくさん寝るのが幸せなんだなって最近本当に思います。皆さんはどういう瞬間が一番幸せですか？よかったらコメントで教えてね。ということで、また次のアレレラジオに会いたいなと思うんですけど、なんと来週はですね、来週は7月12日のラジオになる予定なんですが、私その日お誕生日です。祝ってください。おめでとう、レニさん。お待ちしてます。それではまた次のアレレラジオでお会いいたしましょう。お疲れに。バイバイ。また。またねー。動画を見てくれてありがとう。もしよかったらチャンネル登録、コメント、高評価していってね。Twitch でも配信をやってるので、生のアレレレーニに会いに来てね。またねー。バイバーイ。